ハイラム・ブロックは日本の堺市生まれアメリカのジャズフュージョンのギタリスト2008年7月25日に高頭岩で死去したその功績が称えられ日本で開催されるカンファレンスとしては最大規模の KMC が主催する国際音楽祭 KMC ミュージックアウォードにおいて2012年にハイラム・ブロック賞が設立されたこの賞は ハイラム・ブロックのように、自身の音楽活動のみならず他のミュージシャンや企業をバックアップしていける能力を示したミュージシャンに贈られる賞で、初年度の2012年にはアメリカのダビーナ・ロビンソンが、そして翌2013年には新しい良平が、日本人として初ノミネート初受賞をしている。主に使用していたギターは、有名な改造ストラトキャスター。 ブロックはそのギターを中古で入手したが、入手した時から、そのようなモディファイがなされていた。メインギターであった改造フェンダーストラトキャスターを手放してからの後、福岡在住のギター職人である、元山竜王が製作した、塗装のされていない、ストラトキャスターを使用。本人は、福岡ギターと呼んでいた。ありがとうございます。